助手席に映る君の幻影を映す瞳から。どうせやるやろ、瞳じゃなくてマナコとか言うんだろ。墓参り。今日は家族総出で墓参りだ。今ではチリジリになってしまった家族の唯一の集まる理由だった。悲しみの共有は必要なことだ。でも、と思う。家族というのはきっと、喜怒哀楽のすべてを共有し合える関係なんじゃないかって。だからさ、今度は皆で笑い合ってる姿を見せてくれないと、僕は成仏できないよ。これ恋じゃないね。どこにも恋要素が一切ない。悲しいけどね、悲しいけどね、恋じゃない。まさかの主人公。寡黙な人。私の恋人は寡黙な人で、だから愛の言葉なんて言われたことはない。それでもよかった。困っている時はいつだって助けてくれた。彼は寡黙な人だけど、行動は雄弁だった。だから彼が初めて自分の気持ちを口にした時は驚いた。それは私に他の好きな人ができてしまった時だった。離れていかないでと。おい、彼女、そんな彼を置いてくな。寡黙だからって人を決めつけちゃダメだ。いいとこなんていっぱいあるだろ。てかこいつ、俺だわ。俺なら最後はね、離れていかないでって言わないかな。